教えて、イゴール先生。今はスーパーフォーミュラの練習走行中、コースの前で一時停止して、何をやっているんだろう。エンジンを吹かしてからコースに戻っているみたい。一体何をやっているんだろう。教えて、イゴール先生。あれはね、スタートの練習をしているんですよ。エンジンを吹かして、スタートと同じ進行をして、スタートの練習をしています。スーパーフォーミュラの場合はクラッチがパドルについているので、大抵のチームは片方のクラッチを半クラ状態までにして、でもう片方は全て 100% クラッチを作動する感じになるんですけれども、まあ、スタートの時に片方を離すと、もう片方がもう半クラ状態にいるので車が動き出すっていう仕組みになってるんですね。どれだけつなげるようにするかとか、そういう細かい操作はそういったピットのスタート練習で確認して、本番はどれくらいでスタートするっていうのを決めてるところです。